非常事態ですが、どうか落ち着いてください。外の方は今すぐ室内へ。無理だ、僕にはどうすることもできない。僕はもう平穏に暮らすただの人間だ。僕にはもう超能力は。なんだ、なんか落ちてくんのか。バカ、寝たよだよ。おう、あれか、ダークリユニオンつやつか。んな冗談言ってる場合じゃねえんだよ。早く退避しろ。冗談だ。しかし半端ねえぞ、ありゃ。やべえ、強さ来た。聞こえてねえかもしんねえですけど、なんとかしてください。彼女もいねえまま死にたくねえっすよ。まあ、こんなん占いにないんだけど。ああ、もう死ぬだわ。どうせ死ぬなら最後に解毒に告白。みんな落ち着いて、避難訓練を思い出すんだ。おかしいのは、隕石って高く売れるのかな。お持ちはシェルターに避難してください。待って、あいつらも。時間がありません、急いで家に帰りましょう。いやー、隕石怖い。ファンクラブのみんな私を守る。ちょっと待ちなさいよね。おやおや、これはとんでもないことになりましたね。あの規模の小惑星が地球に激突した場合想定される被害は、ちょっと頭がうまく回りませんね。ニュースでは数時間と言っておりましたが、この様子だとせいぜいあと2時間といったところでしょうか。これは久しぶりに出てしまいそうですね。尿と言ったら、あらあら、出てきてしまったみたいです。さあ、早く逃げましょう。急がないと僕らが全力でお守りするので、早く。神に愛されているこの私に隕石が降ってくるわけない。え、私そんなの絶対認めない。最近にまだオープンって言わせてないのよ。何のことかな。平穏な生活もこれで終わりか。だが不思議なことに、それも悪くないと思っている。どうやら僕は面倒くさいのが好きなのかもな。やれやれ。僕の名前はサイキクスオ、超能力者である。